あの子もあなたに会いたがってるわ。え、本当？なんか言ってた？今、おもちゃのロケットで遊んでるわ。見るからに会いたそうよ。それ、僕が行く前からよくやってたよね。あ、で、宇宙での生活はどう？やっぱりとても最高？そうだな。ああ、だいぶいいよ。いいのよ、遠慮しないで。ありがとう。うん、あ、筋トレしてるよ、結構。あら、ドウェイン・ポール・ジョンソンにでもなるつもり？違う、そんなんじゃないよ。そうだな、無重力状態にいると僕たちの筋肉って、おい、こんな筋肉必要ないよって縮まっちゃうんだ。筋肉トークね。じゃあ次は惑星？それ面白いね。だから何が言いたいって、筋トレは大事だって話じゃないと、家に帰った時しぼんだバスケットボール見たくなっちゃう。骨は大丈夫なの？やばいやばい、筋トレしないと毎月骨密度が 1% ずつ減っちゃうからね。だから家に帰ったらバラバラになっちゃう可能性があるかも。わあ、はあ、体が資本なんだから大事にしなきゃね。まあ知ってるか。僕のこと心配してくれてるんだ。あ、ヒューストン、冗談やめろ。大佐、盗聴バレてますね。いや、そんなわけない。俺の名前ヒューストンじゃないし。